ちょっとなんか急遽向こうから連絡来てコラボしてほしいってことで、まあ言いづらいんだけど、俺もあんまりよくわかんだ誰って感じだったんだけど、申し訳ねえけどあんまりわかんねえから、でもまあなんか暇だしいいかってことで、俺もあんまり誰かよくわかってないんだけど一応紹介するわ。NSC 在学中に上方漫才コンテスト最優秀賞受賞、そして2001年、芸歴2年3ヶ月の若さで M1 決勝進出、そしてその後10年以上続く伝説の番組ハネルの扉でメインを張り、YouTube の方に場所を変えても、200万登録者、驚異的なスピードで達成したカジサクさんです。お願いします。はい。じゃあ今日はね、カジサクさん、ちょっとふざけんなお前。こんなこと言いたくないけど、俺昨日から考えたボケ今やってんだよ。どこ行った赤いやつ。茶色いやつ見てねえわ YouTube で。戻れもう。どうなってんだこれ。ヌペット入ってくんだよ。誰だよと上げてくな。戻れよ謎のマスクしやがって。いやカジサックさんでしょ。カジサックさんは呼んでえな俺今日。あ、すいませんすいません。どっちから出てきてるの。こっちからいいんでしょ。カジサックだから。ごめんなさい、はじめましてカジサックです。 お願いします。なんですの最初。めちゃくちゃ知ってましたやんか、僕のこと知ってるくせに。なんか最初知らん知らん知らんみたいな感じで。もう押せえ押せえ。あのタイミングで言ってくれよ。お互いがもうお互いのやりたいことやって。頼みますよ本当。うちのマネージャーが一人目、あれマネージャーなんですよ。マネージャーさんにだいぶ暴言吐きましたよ俺。二人目に関しては俺も知らない人なんで。どういう。何紛れ込んでんだ。なんですの。いや今日はコラボということで。はい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 。いやマジでありがとうございます。いやこちらこそですよ。もうね、僕のチャンネル見てくださった方は知ってると思いますけども、うん、僕のスタッフがちょっと動いてくれて、うん、俺もまさかブチギレさんとコラボできるなんて思ってなかったですから。いやありがとうございます。いやでも知ってくれてるってことですね。もちろんすもちろんす。面白いもん達者やなと思って。ありがとうございます本当に。俺ずっとあれはね枠空いてるなと思ってたんですよ、ぶっちゃけた話。どういうこと。ああやってスパチャをいただいて、はい、スパチャまでは考えてなかったですけども。はい、視聴者に切れるみたいな、うんうんうん、ああいうスタイルっていいなってなんか思ってたんです。でも自分では絶対できないんですけど、はいはいはい、来たなって思いましたもん。いや今の聞いて、はい、なんか俺がやるよりも前に思いついてたぜって言われた感じしてムカつきます。なんだ褒められてるのかと思ったらよく考えたら俺そんな意味じゃないですね。そんな意味なんです。そんな意味か。もうごめんね、いや怒られるかもしれないですけど、インパルスの住瀬さんにそれ一回やったらって俺言ってるんですよ。ああ、そうなんすか。結構早い段階で。やめてくれ、負けちゃうよ俺が。いやいやいや、いやでもやっぱりツッツンってちょっと怖すぎるところがあるから、ひょっとしたら向いてなかったかもしれない。ああ、はいはいはい。でブチギレ内原さん俺見た時に、あ、この人やって、もう一番合ってるというか、もうこれちょっと営業妨害になるかもしれないですけど、ちょっと誠実なところも見えるんですよ。なんか太ってねえし。太ってねえと誠実なんすか。とんでもない大時代に合った発言できてます。大丈夫か。いやちょっと太ってる人って高圧的に。もう炎上するからやめろ。俺のタイミングが増えるだけでしょ出番が。俺はちゃんと来てくださいよ。いやいや、それは今ので炎上したらすぐ来てくださいよ。止めなかったら俺が悪いって言ってくださいよ。そうだそうだ。そもそも炎上してるってことはこれを流してるってことやから。まあまあ頼みますよほんま。まあちょっとカットの方向でいきますけど、じゃあ。いや絶対使ってください。違う。あのね、実は俺と思ってきてよ、もう誰やこの人。いやこれがね、これはまあ普段スパチャなんですけど、これにもうここにコメント書いてもらって、はいはいはい、これもバンバン切れてくんで。あ、知ってますこれ。はい、これ知ってます。岡田さんとやってたでしょ、岡田応援の。はいはい、やりましたやりました。はいはいはい、はい、なのでそれと同じ要領で、もう何でもいいんで。あ、本当に何でもいいんですか。もう何でも俺が切れて、まあ最終的にはなんか楽しかったな、面白かったなと思ってもらえるように、もう俺に全ての責任があるんで、うん、もう好きなようにしてください。ああ、いいんですか。はい、何でもいい。はい、これがメインですからね。え、これがメインですから、これをやりたくて。ね、めっちゃ時間かかりましたやん。お前のせいだろ。もっとちゃんと最初からやろうって言ってくれたらよかったんですよ。やれ多いとか。お前が広げたんだろ。僕知ってますかとか広げたんこの人ですわね。俺は質問に答えただけであってやな。まあまあお互い嫌なってきたやめよう。なんでだよ。そうじゃない。そうじゃないんだよ。
分かった、じゃあ俺が悪かったからやってくれって。これやらないと進まないんですよ。コメント書いて俺が切る、それを見てほしいんですから俺。はい、あ、細くなってもうた。いいかな、細くなって。大丈夫、細くても大丈夫ですよ。ちょっと細いな。いや、細いのも大丈夫ですよ。読める。太い方で書いた方がやった。いやいや、でも別に読めるんで、読めるやん、問題ないんで。本当ですか。でもカメラに映すと、もう一回書こうかな。細いんだ。な細くていいかな。いや、細くて大丈夫だって言ってるでしょ。え、本当に大丈夫ですか。本当に大丈夫だから大丈夫っつってる。大丈夫じゃなくて。本当に細いですよ。いや、大丈夫っすよ。ちょっと細すぎるわ、これ。ちょっとこれは。ですよね。いや、本来の実力より細くなってるから。細いなって言って。もう強く書いてください。強く書いてくださいって。はい。どこですか。ここ。違う違う。いってーって。いや、強く書いてくださいってよく言うじゃないですか。僕書いて言った時もっと強くっていう。いや、かゆくても撮影中に頼まないだろう。知らないよ、だって初対面なんだから。そういう人かもしれないじゃん。初対面じゃなくて常識の範囲内で分かる。分かんないもん、だって初対面の人だってそういう人がいるわけじゃないですか。マイクキャパがおかしくなっちゃって、もこんな様子見せたいわけじゃないんですから。俺もですよ、がっかりですわ。何にがっかりだ。はい、はい、じゃあいきます。カズサクさん2440円、パン派ですか、それともパン派ですか。導入長すぎてなんか切れれねえんすよ。めちゃくちゃ熱から切れます。ちょ、まさかの事態だわ。散々早くやれって言っていざ来たらなんかもうなんかやりづれ。これでどっちはパンじゃねえかよってちょっともう厳しいっすわ。まさかだわこれ。誰がこれで3000円を予約してくるんだ。面白い。面白いじゃないよ。面白いわ。このコーナーというか企画をやるのはやっぱりぬるっといった方がいいっすね。うん、そうだよ、もうやりますってやるとちょっと。そうだわ。だから岡田さんのやつが一番ベストだったっすわ。この企画をやるときに最初にやりすぎたんですよ。なんか盛り上がりすぎちゃって。あれ、最初にやりすぎたの、どう考えてもそっちだよな。いや、俺ね、マジでそっちだと思う。視聴者さんに聞いてみたらいいわ。待ってたもん。いや、待って、どこなんすか。尺もあれなんで、一旦やめて聞かせてください。ちょっと、ぶっちゃけた話、リアルな話ですけど、ブチギレさんもちょっと楽しくなってきてた感あったもんな。あれでもしそうだったら、途中でちょっとお前、スタッフカメラ止めて、カジサクさんちょっとほんまにやってもいいですかってあってもよかったと思うけど、ちょっと乗っちゃって楽しくなってきたと思うんだよな。だってさ、このチャンネルの MC ってこの人なわけでしょ。決めれるはずだもんね。ほんでさ、書かすだけ書かしてさ、いやもうできねえわってむちゃくちゃのこと言ってる。だから、結果的に俺、ブチギレ宇治原さんが非があると思います。いや、だって嬉しかったんだもん。いや、本当にどん底の生活してたんです。でも、正直言ったら、これもいいなって思ってましたね。もうなくていいなって。この夢の時間をできるだけ長くて。でも今回で学びましたね。この企画は、前段で盛り上がったらダメだよ。ダメ。あんなリアルな、なんか面白さに勝てない。とにかくこれ持った状態でもうサッと始める。そうですね、持たした状態じゃないとダメですわ、ゲストさんに。はい、そうですね。出ないと今後コラボも増えていくかもしれないじゃないですか。はいはい、こういうタイプの人も多いかもしれないから、うん、次から気をつけた方がいいっす。あんまいないけどね、こういうの。ひょっとしたらこの企画を楽しみで見に来てくれた人もいるかもしれないのに申し訳ないわ。まあでもやっぱこの俺らのチャンネルは、うん、あの視聴者ファーストじゃなくてこの俺ファーストなんで大丈夫。これ、はい、どうした今日。で俺もどうしたよじゃなくてどうした今日。おお結局。早急に締めていいですか。それ危ないんで。どうした今日。俺が見せたくない部分どんどん出ちゃうんで。はい、もう強制的に締めます。ということで今日は、本当カジサクさんにコラボしてもらいました。ありがとうございました。またタイミングがあったらお願いします。お願いします。自分が望んだはずの大舞台に立ってブルブル震えて失敗してぶち切れてやるからな、おめえ。